コックピットドリルを。でハンドルは こっちで。お、お、すごい。と、これで、ここをグーってちょっと。お、お、すごい。あとミラーですね。知れます。知ってる？最近の車はミラーが電動で動くんだぞ。NL ドスターとは違うんだぞ。で、大井さんに今保存しました。はい。あとは、トラックモードってここにあります。はい。で、入れなくても今スポーツにはなってるので、はい、加速はフル加速でできますよ。トラックモードにしときましょう。しますか。やっぱりグローブしてるとダメだよね。で、カスタマイズで、今レースをプリセットってやつに、はい。こうなってるんですね。はいはい。例えば、こう、スタビリティはいらないよとか、うんうん、回生ブレーキ弱くていいよとか、はい。いうことはできます。ドリフトだと、こういう感じみたいですね。うん、これ最初から入ってるプリセットなんですけど、例えばこれが0でこっちがおう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 。で、レースのプリセットだとこうなんで、ほう。まあ、これでいいんですかね。ちょっとこれで、まず一発いってみます。はい、さあ、行くぞ。3、2、1、ほい。おー、すげえ。これ血液がほわーんときたわ。久しぶりの加速だな、これ。うわーって今の加速をされると多分ちびると思います。これ半端ねえよ。びっくりした。全然覚悟している加速とは全く違ったんで、本当に驚きました。何キロ出たのかメーター見てませんでした。今度は見てようと思います。これ本当にこれで今、ホールドで、アクセル踏むだけだからね。行くよ。ドン。おお。もう慣れたぞ。もう100キロ出た。覚悟しなさい。ちょっと真面目に一周だけしてみましょうかね。前回禁断のとこだけ。どうするんですの？
カメラの次はテスラ落とすかと思ったよ。最初あんまり覚悟なくアクセルドンって踏んだら体 の, あの水分がブンヨーン気持ち悪いっていうのを久々に味わった。すごいです、びっくりです。言い訳コメント取らなくていいですか、大丈夫ですか、言い訳コメント。何もしてないよ俺。こ, こ, この辺りがここはね、知ってる、ここはねマルアオートランドって言ってねダートトライアルコースなんだよ。これは航続距離は、はい、どのぐらいなんですか。満充電で約500キロ走れます。現実的に走れる、はい、私の場合ですと450キロぐらい、エコランする方だと500キロ超えたりします。これガラスなんだね、ルーフは。後ろの人が眺めがいいようになっていると。今度、日本にも出ますモデル Y というものはここの真ん中のバーもなくて全部ガラスになってます。なんか危なそうだな安全性に関しては世界 の,、うん、あの基準の 1,2,3 をテスラが今占めてます。うーん、下にバッテリーパックがあることでそこが潰れないので速突にも強いと。ボタンを押すと、はい、共有、うん、テスラとやると、あ、来た。そうすると、お、ん、これは、あ、往復したらバッテリーが足んなくなるよという。そうです、85キロ以下で走行してください。おお、なら到着できますと。でこれが90キロ以下にしてくださいとか、おお、あの細かく出ます。70キロ以下にしてくださいとか。テスラのスーパーチャージャーの一覧、テスラの自動車をですね充電するための専用の充電器が日本に、まあ、このくらいありまして、今一番近いのは仙台のスーパーチャージャーで、ここ見ると4スロットあって今1台使われてますよというのが見られると。ああ、なるほど、はい、でこう選びますとそこまでの形が出て、その時に 61% になりますよというのが出ます。なるほど。え、このベルーガっていうのは、はい、これはあの私のこの車の名前です、うん。